ザグレート歌舞伎1948年9月8日帯は日本のプロレスラー、レフェリー、宮崎県の岡市出身、東洋の神秘の異名を持つペイントレスラーとしてアメリカでも大きな成功を収めた。歌舞伎風メイク、ドッグギリ、ヌンチャクなどのオリエンタルなキャラクターはグレート、ムッタなど後のレスラーに強い影響を与えた。生まれは 宮崎県だが、中学2年生の時に、愛知県知立市に移住。学生時代は、水泳選手として活躍したほか、柔道にも打ち込んでいた。1964年、日本プロレスに入団。同年10月31日、宮城県石巻市の石巻市立石巻小学校特設リングにおいて、高千穂秋久のリングネームで、山本小鉄を相手にデビュー。 1970年9月、アメリカ遠征に出発。初期は、日系移民の多いロサンゼルス地区にて、高千穂として、ベビーフェイスのポジションで活動していたが、1971年2月の、デトロイト地区への転戦を機に、師匠角のカオルの里にあやかった吉野里と名乗って、ヒールに転向。日系アメリカ人の三つ荒川のパートナーとなり、同じ五大子エリアの NWF にも、 進出、1972年1月19日に、ドミニクデヌーチトニーパリシを破って、NWF 世界タッグ王座を獲得している。1972年9月、日本プロレス崩壊の危機に再始帰国。坂口誠二と組んで、NWA タックリーグ戦の第3回大会に出場し、優勝を果たす。翌1973年3月8日。 ジョニー・バレンタインを下し UN ヘビー級王座を獲得。4月19日には、キラー・カール・クラップを下して初防衛に成功したが、同月に日本プロレスが崩壊し、王座を返上して全日本プロレスへと移籍。同年10月、ヒト登場のリングネームで、ヒロ登場ことサムソンクツアダだとともに、オーストラリア遠征に出発。ヒロヒトの登場ブラザーズを結成し、マーグルイン スパイロス・アリオンから NWA 号アタック王座をダッシュした。全日本マットで目つわだとの豪州遠征コンビで活動し、1976年10月21日にゼリー・オーツテッド・オーツを破りアジアタッグ王座を獲得。以降、覆面タッグチームのザ・クルセイダーズやグレート・ソロク大熊本寺の国道コンビを相手に2度の防衛戦を行い、 1977年6月16日に極道コンビに敗れるまで退官した。同年12月には国際プロレスのマイティーノウエーをパートナーに世界オープンタック選手権に出場している。また、1977年の韓国遠征ではスーパー X なる覆面レスラーに変身、5月22日の苦わし大会において大木金太郎が保持していた。 インターナショナルヘビー級王座に挑戦した。その後は全日本プロレスを離れて、アメリカマットを主戦場とするようになり、ミスター・サト、または高地穂のリングネームで、南部や中西部など NWA の主要テリトリーを日本人ヒールとして転戦。フロリダではミスター・サイトーとタッグチームを組み、1978年3月に、ペドロ・モラレスロッキー・ジョンソンから NWA。 フロリダタック王座をダッシュ、ジャック・ブリスコジェリー・ブリスコの兄弟チームともタイトルを争った。1980年はセントラルステーツ地区にて4月17日にパクソンと組んでボブ・ブラウンディック・マードックを破り NWA セントラルステーツタック王座を獲得6月18日にブラウンパット・オーコーナーに奪還されるも 3日後の6月21日には、キラーカール・コックスとのコンビで王座に帰り咲いた。もともとは正当派の堅実なファイトスタイルであったが、アメリカ遠征中の1981年初頭、フリッツ・フォン・エリックが主催していたテキサス州ダラスの WCCW において、マネージャーケン・ブッカーのゲイリー・ハートのアイデアで、歌舞伎役者をモチーフにした、オリエンタルギミックのペイントレスラー、 ザ・グレート歌舞伎に変身。1981年1月10日、ザ・スポイラーを相手に歌舞伎としてのデビュー戦を行った。当初、ゲイリー側の思惑ではこのギミックは3ヶ月ほどで、次の大物を呼ぶまでつなぎ役でしかなかった。なお、歌舞伎と名乗るレッスラーはアメリカでは1970年代初頭にも存在していたが、後の活躍によりこのリングネームはメラの代名詞となる。 また、ペイントレスラーの元祖とされているが、歌舞伎以前にもペイントを施して試合を行う、レスラーはいた。しかし、コンスタントにペイントレスラーとして活動し、流行のきっかけを作ったのは歌舞伎であり、かつてのパートナーである、マササイトは、ワールドプロレスリング解説時に、僕も、昔、顔に塗ってこういうスタイルでファイトしていました。外人には受けるんですよね。 歌舞伎以前にもいたことはいるんですけどね。でも、やっぱり彼が元祖ですよと語っている。半夜の目もつけた練習姿や鎖かたびらに、日本刀を携えた忍者スタイルなどをコスチュームに、ヌンチャクを操り、毒切りを吹く東洋の怪奇派ヒールとして、異色の悪党人気を博し、WCCW では1981年に、チャンチュンこと、 桜田和夫と組んで、ケビン・ホーン・エリックデビッド・ホーン・エリックから、テキサス版の NWA 世界タッグ王座を奪取。同年9月25日には、ケリー・ホーン・エリックを破り NWA、アメリカンヘビー級王座を獲得している。以降も WCCW を、主戦場に、ビルワット主催のムズウィ、ジム・バーネット主催の GCW、ジム・クロケット・ジュニア主催のマクエなど、 各地の激戦区にも参戦して、アンドレザ・ジャイアント、ブルーザ・ブロディ、ハーリー・レース、ダスティ・ローデス、リック・フレアー、トミー・リッチら全米のトップスターと対戦。ムズイでは1981年10月に、ボブ・ループから、ルイジアーのヘビー級王座をダッシュし、GCW ではヒール時代のロディ・バイパーや、ジェイク・ロバーツとも共闘。1八十二年十二月十五日には、 GCW の本拠地アトランタのオムニコロシアムにて、マスクドスーパースタースーパーデストロイヤーをパートナーに、アンドレ、スタンハンセン、ティトサンタナ組と6人タッグマッチで対戦した。WCCW では1983年1月3日に、アルマドリルから TBO 王座を、1月14日には、バグジーマグローからブラスナックル王座をそれぞれダッシュ。マクエでは、 同年5月23日にジョールダックを下して NWA ミッドアトランティック TV 王座を獲得11月24日のスター・ケード第1回大会においてチャーリー・ブラウンに敗れるまで退官したその間の1983年2月ジャイアント・ババから帰国命令が出たため全日本プロレスに外旋帰国当時の全日本プロレスのブッカーだった佐藤昭夫の進言で アメリカからの逆輸入の形で、歌舞伎のギミックのままリングに登場し、2月11日に、後楽園ホールにて、ジム・デュランを破り帰国第一戦を飾る。以降、アメリカでの活躍もあって、日本でもファンの支持を獲得。専門誌だけでなく一般誌にも取り上げられ、子供向けの印刷媒体にまで登場するなど、ババやジャンボツルダにも引けを取らない人気を集めた。 同年12月12日には、クラマエ国技館大会のセミファイナルにおいて、アメリカでも対戦していたフレアーの保持する NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した。しかし本人にとっては、待遇面においては決して満足できる扱いではなかったという。若手のコーチ役を請け負っているからという理由で、ババが提示したギャラアップ額が1試合100円増だったというエピソードのほか、 歌舞伎の外線帰国シリーズが、TV 放映権料を除く工業収益で2月シリーズでは、全日本プロレス設立以来初の黒字になったり、一般マスコミからの TV 出演依頼が殺到したりしたため、ババを含む先輩レスラーたちの嫉妬を買ってしまい、配給会社から名指しで出演を依頼された映画、カランバのプロモーションにおいても、出演に関して直前まで揉めたことなどが明かされている。 しかしながら、馬場は、歌舞伎の技能を高く評価し、若手選手に、歌舞伎の試合をよく見ておけなどと言っていたと言われ、歌舞伎も、プロレスが一番上手いと思ったのも、馬場さんだと解雇するなど、レスラーとしては、お互いを認め合っていた。その後、ダラスの WCCW と全日本プロレスを行き来する形となり、1985年頃からは、日本に定着しつつあったが、 長州寺から率いるジャパンプロレスの参戦や WCCW が新日本プロレスと提携したことなどもあって扱いはさらに悪くなり一時期は造反してテリーゴディと共闘するなど外国人サイドに加わるがギャラはゴディに比べて格段に低かったと言われる。以降、長州らの新日本復帰前後に全日本の正規軍に戻される形となり 天竜同盟との試合などで再度脚光を浴びたが、1990年7月30日に全日本プロレスを退団。この直前の7月19日、サマーアクションシリーズ、竹雄大会では、鶴田と組んでゴディスティーブ・ウィリアムスから世界タッグ王座を奪取していたが、防衛戦を行わないまま返上となった。1990年8月、メガネスーパーによって設立された。 SWS に入団。以降、団体エース各の天竜玄一郎が率いる、レボリューションの所属選手権ブッカーとして活動する。SWS 崩壊後は王を経て新日本プロレスにも登場するようになり、平成維新軍の一員となった。1993年5月24日、王の大阪府立体育会館大会において、歌舞伎の息子として、 WCW でデビューしたグレート、ムッタとの親子対決が実現。実況アナウンサーから、自獄絵図と形容されるほどの生産な試合を展開。結果はムタが、レフェリーの運の広行きに、椅子で暴行を加えたことによる、歌舞伎の反則勝ち。試合には勝ったものの、歌舞伎は、試合後血まみれで、ムタの名を叫び、マイソーオーン、アイキルユーサンオブ、エビッチ。 マイクで続けた。同年6月15日には新日本プロレスの日本武道館大会において2度目の親子対決が実現。無駄の猛攻に額を割られ歌舞伎は大流血となったが、血管が切れてしまい額から勢いよく吹き出す血を倒れている無駄の体にかけるなど、歌舞伎独自の世界観を体現。マサ藤イトは口からは毒切り、額からは血が、と語るに至った。 結果は、歌舞伎が、運のレフェリーに毒切りを吹きかけ、さらに止めに入った、田山正雄レフェリーにも、椅子で暴行を加えたことによる、歌舞伎の反則負け。くしくも前回の親子対決とは、立場が逆転した試合結果に終わった。試合後、歌舞伎は、ヘ、hey, イ、マイさん、ルックミーファーザー、アイアイムタフ、アイアイムタフ、マイサンリッスンツーミー、リッスンツーミー、ネクストタイムネクストタイム。 アイキルユうとマイクアピールを行い、あまりの過激さから試合は、タイトル戦にもかかわらずテレビ中継が中止となり、ビデオソフト化による放映となった。1994年1月22日、一度だけ、ザグレート歌舞伎として WWF に参戦。ロードアイランド州プロビデンスにて開催された、ロイヤルランブルのランブル戦に出場した。この大会では、セミファイナルで行われた、 横綱退治アンダーテイカーのカスケットマッチにも横綱に加担するヒール陣営の一員として乱入しアンダーテイカーを吸収した。なお、WWF には歌舞伎に変身する以前の1978年5月22日にも吉野里としてマササイトとのコンビでフロリダ地区からゲスト参戦しておりニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて ドミニク・デヌーチディノ・ブラボーが保持していた WWWF 世界タッグ王座に挑戦したことがある。新日本プロレスとの契約満了後はインディ団体を転戦するようになり、1995年9月には石川隆氏が起こした新東京プロレスに出場。1996年に設立が発表されたインディ統一機構にも主力選手としての参戦が予定されていたが、 FFF は旗揚げ前に飛んざ。1997年からは、岩ジャパン所属となるが、1998年6月に、現役引退を表明。引退に際して、ムタの代理人である、ムトウケイジが、パパと一緒に試合がしたいとコメント。そして同年8月の新日本プロレス、大阪ドーム大会で歌舞伎とムタの、親子タッグが実現。 後藤を立つとし安藤原同友と対戦し、歌舞伎が後藤からピンフォール勝ちを収める。試合後、ムタは控室に引き上げる際、I miss daddy, I love 歌舞伎歌舞伎と声を上げ、さらに、I miss daddy, I love you, I miss you, I love you と、ムタなりに歌舞伎の引退に際してのコメントを送っている。同年7月20日には、 漫画、プロレススターウォーズの中でしか実現していなかった、剣道長崎との、オリエンタルミステリータックで、後楽園ホールのメインイベントに出場した。1998年に引退した後は、東京都飯田橋にて居酒屋、串焼き、ちゃんこ歌舞伎を経営する傍ら、わジャパンにてレフェリーを務め、時折観客として、後楽園ホールなどにも足を運んでいる。 インディレスラーのコーチとして指導に当たることもあるが必ず基礎の受け身からやるアルバイトをしながらプロレスをやっているようではダメになっていくと語りプロ意識を持つことの重要性を説いている2008年12月18日高楽園ホールでの昭和プロレス第2弾興行において久々にリングに登場オープニングマッチでグレートソロクと組み日本プロレス時代の先輩である 星野勘太郎山本小鉄のヤマハブラザーズと対戦した。2009年12月6日には大阪プロレスの6人タッグマッチにおいて現役レスラーとの試合に出場。ミラクルマン、食いしん坊仮面、たこ焼きーダー組と対戦し、竹とんぼしキラリアットからのエビ固めでたこ焼きーダーからフォール勝ちを収める。2011年、折原正夫から タイの地下格闘場にザグレート歌舞伎の子息としてザ歌舞伎と名乗る格闘家がいると聞き、歌舞伎本人はアメリカ時代の前妻との息子とは20年以上あっていないと語ったが天竜と共に対面。8月には天竜プロジェクトでのデビュー戦において自らセコンドに着いた。11月には限定復帰し、歌舞伎の隠し子という設定のザ歌舞伎とタッグを組むに至った。 2012年8月、古巣全日本プロレスの40周年、記念工業大田区総合体育館大会のバトルロイヤルに乱入。優勝候補と思われていた浜良太を襲撃し、優勝をかっさらっていった。2013年には和が党運前に初参戦。65歳の誕生日となった9月8日には、不豪不豪夢児をパートナーに新州プロレスにも参戦した。 2015年1月4日には、新日本プロレスの東京ドーム大会、レッスルキングダム9イン、東京ドームの大礼試合1分時間差バトルロイヤル、ニュージャパン乱暴ンにおいて、15番目の選手として登場。翌2016年1月4日にも、東京ドームにおける新日本プロレスのレッスルキングダム10イン、東京ドームのニュージャパン乱暴ンに16番目の選手として出場。 広斉藤、藤原義明、キ、ングハク、コシナカシと共に試合を盛り上げた。二千十七年十二月二十二日、プロレスリング、ノアの後楽園、ホール大会にて、歌舞伎座ファイナルとして、正式な引退試合が行われ、越中チュー&、サイトウアと組んで、塩崎つよし&、小川よしなり&、井上正夫と6人タッグマッチで対戦、サイが井上をホールして、 勝利を収めた。二千二十一年二月四日、ジャイアントババ二十三回きつい全工業校行行楽園、ホール大会のオープンイングで登場し、ヌンチャクで追悼の舞を披露した。派手な外見とは裏腹に、試合では決して技を多用せず、まで勝負するレスラーだったと言える。一試合を通して技らしい技は、ボディスラムとキーロックの二つのみを使用して組み立てたことがあるほどであり、 投げ技、極め技、丸め込み技の類はほとんど使用せず独創的で限られたプロレスムーブで試合を行う。2019年のインタビューでは最近のレスラーは飛んだり跳ねたりで自己満足に陥り客のことなんか考えていないと自身のプロレス感のようなものを語った。歌舞伎に変身する前の17年間はマイティの上と並び 和製マットの魔術師とも呼ばれるほどの正統派のテクニシャンとして鳴らしたレスラーであり、ハンマーロックを駆使した攻防や多彩なグラウンドテクニックを用いたスピード感あるファイトスタイルが持ち味であった。アメリカ遠征を経験した1970年代中盤以降は、後の歌舞伎時代と同じフォームで放たれるアッパーブローを連発してペースをつかむのも、 定番の展開であり、1980年代初頭には、すでにパラースキックも使用し始めていた。リングコスチュームは日本では、赤や黄緑色のショートタイツに、黒のリングシューズ。アメリカでは口ひげを蓄え、タックパートナーのミスター斉藤と、同色、同デザインのタゴサクタイツに、裸足というスタイルで、斉藤がパンチパーマなのに対して里は、ストレートの73。 訳けという髪型で、試合中の判別が行えた。なお、マネージャーのタイガー・ハットリは、地理牛消防団の発表を羽織っていた。日本プロレス時代の高千穂をよく知る徳光和夫の回想では、高千穂は、若手時代から受け身が非常にうまいレスラーで、清水一郎や佐渡和正など、徳光の先輩のプロレス実況アナウンサーたちからの評価も非常に高かったという。 徳光は高千穂が歌舞伎に変身する以前より北米マットのプロモーターから引っ張りだこの存在となっていた要因として相手のベビーフェイスを引き立たせるバンプのうまさを指摘していたメラが用いたことがあるリングネームありがとうございます